はい、関つばチャンネルでございます。はい、ガーラの運転席に来ました。ここはね、首都高速9号線、深川線の辰巳パーキングかな、ここに来ています。そこのね、大型駐車場ですね、これね。ここにね、来てますけど、いいですね、J バス、ね、ガーラの運転席、ね、これね、今からね、いろいろね、言っていきますけど、大型っていう感じのね、ことですね。シフトをね、入れてみますか。ギアはね、こういう感じです。結構ね、クラッチね、深いんですよ、これね。結構深めの感じですね、踏み応えは。で、ね、FF シフト、これはツッ、クツッですよ。でもね、J バスの場合ね、イスズでも日野の技術がね、入っていますので、ガーラでもね、FF シフトになります。で、ギアね、ね、2速ね、3速、4速、5速、6速ね。FF シフトの場合はプッシュしなくてもそのままバックに入ります。ニュートラルはね、4と5の間でこう戻ってきます。服装の場合はね、こう戻らないんですけど、こういう、こうなったらこうのそのままなんですけど、今戻ってきますね。後ろはね、バックモニターの方ね、綺麗に映っておりますね。うん、だったらね、視認性いいですよね。いや、やっぱりね、大型バスいいですよね。大型バスをね、やっぱり自家用車で持ってるっていうのは夢ですよね。僕もね、欲しくなりますね。この辺見てみますか。いろいろね、エアコンとかのね、操作パネル、これオートエアコン、これ電装のやつですね。バスはね、いっぱいありますからね、ヒーターとかね、ね、いろいろついてます。ここもね、運転席の電装の操作パネルですね。ここにもね、あのライト、ヘビーとかね、ハード、ソフト、ES スタートね、あの坂道発進補助装置の ES スタートもあります。これはね、2輪ね、結構下がるんですよ、J バスは。うん、今やってみますか。ちょっとワクワクって開いて、2輪は、うん、結構ね、普通よりもダウンしますね。ま
今上がりも割と早いですね、うん、結構落ちますね。結構下がりますよね。結構下がるんですよ。ブーンっていう風に上がりますね。ウィンカーはね、サイドカメラもあります。左ウィンカーかけるとここにつけます。前の会社のエアロエースもこういうタイプのもありましたね。これはね、便利ですよね、サイドカメラね。左側はね、やっぱり重要ですからね。はい、切り替わります。これね、排気ブレーキ関係、これね、3段になってるみたいですね。1段。排気ブレーキね。排気ブレーキ、リターターかな。で、まあ、3段になってますね、これね。これは効きますね。まずブレーキいらないくらいになってますね。そうにもね、ありましたけどね。とにかく救急車が多いですね、今日。多いですね。熱中症じゃないですか、多分。それはあったと思いますよ。はい、動画視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。